表選手の所属クラブ、もはや強豪国と変わらないけん。どこぞの強豪ですか？守備陣が強すぎて前線見劣りするレベル。マジョルカよりペエやセルティックの方が格上に感じるけどな。一人足りない気がするけど本当に強くなったよな。リバプール、アーセナル、バイエルンがヤバすぎる。これで三笘チェルシー、久保マドリーなんかに移籍した日にはとんでもないよな。ワントップ浅野で草。ぶっちゃけ前線の4人、クラブだけ見たら微妙じゃね。キーパーはパルマ移籍するであろうザヨンな。日本代表史上、最も強いのは間違いないけど強豪ではない。準強豪国レベルかな。なんかいまいちそう思えないのは前線のクラブだろうな。そんでマジョルカよりモナコだし、パレスカマダよりラツィオカマダの方がクラブとしては強いっしょ。世界基準で見たら強豪ではないな。中の上ぐらいじゃね。それと強豪はベンチも選手層が厚い。ワントップはマジョルカよりフェイエノールトじゃねえか。所属してるだけじゃなくスタメン、もしくはスタメン張れるレベルのメンバーというのが素晴らしい。やはり両ウィングが物足りないな。もちろん実力的には十分なのはわかってる。これで強豪だとしたらフランス見たら発狂するだろ。